全身座、全身座は、1931年5月22日に、創立され、東京都武蔵野市を本拠とする日本の歌舞伎劇団である。法人名称は、劇団全身座株式会社で、同志吉祥寺南町三丁目十三の二に、事務所を置く。同地には、本拠劇場、全身座劇場、収容人員500、1982年から2013年、 を有していた。吉祥寺南町二丁目四には、劇団全身座ビルを保有し、全身座付属養成所を開設している。創立八十七年の歌舞伎劇団。創設時、幹部ではない下級俳優が結成したことからおのえ、菊五郎劇団と並び、姿勢の庶民、江戸っ子をリアールに描く、世話物を得意としている。歌舞伎、時代劇、現代劇、児童劇と、 多彩なレパートリーで創設直後から演劇のデパートという異名を付けられていた。旗揚げ時から女優陣が多く所属するという異色の編成で配役の一部を女性が演ずる歌舞伎を出すことも多い。全国津々浦々を巡回公演しており、日本の外れでも地元草の根の観劇団体、演劇鑑賞会、市民劇場などの招聘に応じて、 第一線俳優が出向いて、大劇場と同じ芝居をする。給与制をとっており、工業収入によって、座員の生活を保障することが創立以来の理念。自由民主党、石橋丹山、読売新聞、無退三夫のように保守派から、日本共産党やその心情的支持層、文学、芸能関係者ら、松本清張、A 六助、山田洋次、山川静雄など、 あるいは演劇ファンまで、多種多様な層が、全身座の悲劇になっている。全身座を応援し時代を育てる会として、海音寺長五郎、おさらぎ二次郎、井上康史、松本清長、水上津と村五人の作家が、発起人として1968年夜の会を、創立、現在に続く。今はないが、絶対修行、伊藤衛門の無知という制度があり、出来が悪いと容赦なく、 無が飛んでいた。創立メンバーの四代目、河原崎長十郎、三代目、中村勘右衛門、五代目、河原崎国太郎、五代目、嵐吉三郎、六代目、瀬川菊之丞、藤川八蔵藤川武左衛門、坂東長衛門ら、七人の劇団の代表的な俳優を指して七人の侍と呼んだ。創立メンバーは、 小畜と他元を分かった者たちであるが、1933年から現在まで小畜と業務提携関係にあり、毎年1月に南座で共同工業を行っている。国立劇場は当初、全身座と竹地鉄寺の公演は拒否してきたが、三照大友は劇界及び自動演劇分野の代表的な四章を重ね、1977年7月、 国立小劇場で芸術最小受賞記念公演を行った。以後、毎年5月に国立大劇場にて公演を行っている。この頃沢村池良が退団。この非常時において最も良心的な劇団であると激賞される当初は学校を回っていたが、徐々に全国の労働組合で演ずることが増えてくる。集団住宅を一部取り壊し、 敷地の一部に全身座劇場を新設した。残りを武蔵野市に売却。市は吉祥寺南町小見線を建設した。2012年3月2日、隣接する吉祥寺南病院の施設拡張に協力するため、病院側に全身座劇場の敷地を譲渡すること並びに2013年1月の公演をもって劇場を閉鎖することを発表した。 2013年1月9日、全新座劇場ファイナル公演、3人、吉光どもえ白波をもって閉館。30年にわたる劇場の歴史に幕を下ろした。新しい本拠地については、当面、慣れ親しんだ吉祥寺を軸に、既存の劇場で、公演活動を継続していく。歌詞会場としても使用していた。公演されたものは、以下の通り、 1952年5月24日、北海道赤平町で劇団前新座の年広順演、伊藤恵門の春閣が警察ぐるみの組織で妨害され、順演当日で観客も会場に集まっているのに上演の約束をキャンセルされた。会場で上演中止の挨拶を行ったことを家宅侵入罪として一行の一部を逮捕し、 伊藤衛門にも逮捕状を出して手配したという事件。その後、伊藤衛門は、一週間以上、警察から逃れて地下に潜る逃亡生活を送りながら、舞台にはちゃんとこしらえをして瞬隔として出るという、離れ技を演じ、進出鬼没の伊藤衛門と異名を取る。実際には、この時演技についての論文も執筆していた。中国共産党の大衆組織が、 1952年10月に北京で国際会議アジア太平洋地域平和会議を開こうと全世界に呼びかけた。新中派として知られる大山イクを戦前の老農党委員長日本社会党の松本慈一郎アナキスト上近一子マクロビオティックで知られる桜沢五一というメンバーが日本代表として訪中することが待った。 日本政府の拒否の態度が覆らないと見るや、9月下旬、突如数人の日本人が北京で発見され、それらの人が松本らに代わる日本代表団として会議に臨むことになった。その中の一人が伊藤エモンだった。北京にいたのだ。結局、伊藤エモンが松本の代理として会議参加を務めた。1955年国慶節に、 中国で、歌舞伎公演を行うべく二代目、市川猿之助一座が、大阪歌舞伎座社長松尾国産を帯同して報酬。11月7日、猿之助は、伊藤衛門を連れ立って帰国した。帰国にあたっては、松本慈一郎ら社会党だけでなく、久原房之助ら、財界人も含め身元引き受け人となった。伊藤衛門は、裁判にかけられ、有罪ではあったものの執行猶予を勝ち取った。 座として制作に関与した映画、座としてユニット出演した映画のうち主なもの、全身座歌舞伎役者の名跡、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。